アニメ化企画も進行中。あの大人気爆乳ハイパーバトル戦乱神楽の原点が待望の返り咲き。強く激しく儚くも美しい私たちの物語が生まれ変わりました。戦乱神楽ファーストリニューアル。国立半蔵学院2年、アスカです。私立蛇女子学園2年のホムラ。戦乱神楽シリーズが新たな展開に向けてプレイステーション4でファーストリニューアル。爽快アクションのグラフィックも衣装ボリュームも全部パワーアップしました。1作目の少女たちの親衛と2作目グレンの少女たちが一つになっているから入門に最適で、ボリュームもデカ盛り大満足。これからシリーズを遊んでみたいと思っている者たちにぴったりだ。さらに大きく成長し続ける私たちの活躍を見逃さないでくださいね。プレイステーション4専用ソフト、バックニューハイパーバトル戦乱神楽バーストリニューアル、2018年2月22日発売予定。